いらっしゃいませ、勝俣博物館へようこそ。館長の勝俣龍也です。ということで今日はですね、ドッキリということで、まあ、どういった形のねドッキリかと言いますと、グッズができたんですよ勝俣博物館オリジナルのグッズができて、パーカーと T シャツなんですけど、今日はちょっとコーデをしているので、ちょっとまずコーデを見てもらいましょう。普通に黒いジーンズというか、まあ、ちょっとベルトするの忘れてきちゃったんで下がっちゃってますけど、下白い靴に、上は普通になんかこういうやつ、まあ、白黒基調でちょっとコーディネートしております。本当はねこれもっとサイズ短いのがいいんですけど、こんぐらいね短い方がいいんですが、まあとりあえずこれで美容院に今から行って髪の毛をストレートかけてもらうんですが、ちょっともうもっさもさなのでね、なのでその時にあのいつもの美容師さんが気づくかどうか、俺の友達がね、あれお前じゃねみたいな、どうなんでしょうかね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。なんかちょっと暑くないか。いえ、僕は寒いですね。暑くても寒くても服は着るだろ、そんな君に。勝俣博物館公式グッズ好評発売中。さあということで、来ていいよということなのでカメラね持ったまんま入りたいと思います。どういう表情するのか。あ、いいたいたいた。強制やる。マジで？なんで撮ってんの？いや、とりあえず撮ってようかなと思って。アメちゃん食べてんだけどお前髪の毛かっこいいじゃん。そう、でも伸びちゃった、今切れないからさ。あ、そう。またモデルやんの？9月。ここ？うん。じゃあちょっとセットさせて。なんで？見せるの？うん？ネタがなくなっちゃった。ネタがなくなっちゃった。パーカー着てくるやつ。うん。自分たちで食べちゃったからね。俺もあ、ごめん。あ、嘘。今あれ食べた。ツイスター。ああ。ちょっとそれしたらわからなくなっちゃう。そいつを渡してもらおうか。キャン、助けて。待て、レッド勝俣、ブルー勝俣、グリーン勝俣、イエロー勝俣、ピンク勝俣、ありがとうございます。これで君も勝俣の仲間入り。君の好きな色に大変身。勝俣博物館オフィシャルグッズ好評発売中。言えよ。だからお前それ着てきたんだねって言ったじゃん。言ってねえじゃん。もうそこで。いやいや、マジかよ。言ったじゃん、一言で。そのための動画なんだけど。すげえ反応悪くねえ。え、なんかさ、2回目かなと思って見る。違う。初めて。初めて来たから今日。あそこ来た時にも、あ、来てんだと思って、うわって言ったんだ。そのうわだった。あ、そのうわだった。なんだ。俺もっとなんかすごい気づかないっていう、気づいてないと思ってたんだけど今。そしたらお前今気づいてたってことでしょ。あんだよ俺、気づいてないっていうのが絵的に欲しかったんだけど、これじゃドッキリでもなんでもねえじゃん。ごめん。そう、もうそういう体でこれ作ってるから。いや、もうそういう感じで作っちゃった。いや無理でしょ。ということで秒で気づいたみたいです。感想は別に悪くないでしょ。なんかね、うん、美化されてる。どういうこと？美化されてる。このグッズとしての俺が、うん、美化されてて良かったね。ああ、じゃあファッション的にはじゃあどう？あ、でもさ、シルエットさ、うん、パーカーってとこがいいね。パーカー好きだから。じゃああげるか。うん。ああ、よかったよかった。そう言ってくれるじゃん。パジャマ必要。お前でもそれ彼氏お前見たら、お前なんで俺のシャパジャマ、顔のパジャマ着てんだよってなっちゃうよそれ。マジで気づかないと。あ、それさやってくんないじゃん本当に。も
なんか彼氏に違う男の T シャツ着てたらどう思うかっつってで、やってほしいわマジで。次それね俺お前ち行けないからやり直してじゃあ結果を次でじゃあバイバイして。バイバイ、失敗でーす。ドッキリ大失敗。また明日。